ようこそお参りくださいました。本日は大草について少しお話をさせていただきます。さて皆さん、神主のイメージといったらまずこういった姿を思い浮かべるのではないでしょうか。いろんなイラストとかですね、漫画でも神主といったらこうしてこれをこのわっさわっさしたものを振っている、そんなイメージがないでしょうか。まあ、神主といったらまあこのわっさわっさしたもの、これを振っているのがまあ代名詞と言ってもいいぐらいですかね。さてこのわっさわっさしたもの、わっさわっさしたもの、さて何でしょうか。このわっさわっさしたものはですね、大草と申します。大草、漢字で書きますと、大きい麻でございます。大麻とは読みません。この大草の麻の字はですね、まあ、他にもいろんな字、いろんな漢字を使うこともありますが、現在はですね、この大きい麻と書いて大草と読むのが一般的となっております。ではこの大草、まあ何なのかと言いますと、まあ皆さんもご承知の通り、お祓いをするためのものでございます。この大草を使ってお祓いをいたします。神主がですね、こうして大草を振ってお祓いをする、そういったお祓いのために用いるものでございまして、その形はですね、現在では多くの神社ではですね、こういった紙で作ったしでというものと、そして麻を、まあ、麻の繊維の紐をですね、つけたもの、こういった形が今神社では多く使われているかと思います。その他にもですね、その他にはこの白木の木を使ったものとですね、榊を使ったものがあります。ちょっと大きな榊にですね、まあ、こちらの同じく、紙で作ったしでと麻をつけたものを用いることもございます。伊勢のですね、神宮では、その、榊で作った大草を主に用いていらっしゃいます。これが、まあ、元来本来の姿ではないかと言われております。まあ、さらに遡るとですね、もともとはこちらのキリヌサと申します。キリヌサ、なんかこっちが大ヌサに対してこっちのちょっと小さいヌサでございますね、小さい麻ですね。このキリヌサはですね、一人用の、まあ、大ヌサと考えていただければと思います。まあ、これを用いるのはこう、これでですね、撫でて汚れを移すと言われております。一人用でございます。対してこの大草はですね、物をお祓いするとき、例えば神様にお供え物をする神饌、まあ、神様のお食事ですよね。これをまず備え、お供えする前にお祓いをいたします。その際にこちらの大草の方を用います。キリヌサではなくて、キリヌサだとですね、ちょっとお話しづらいでしょうか。そしてまた多くの方々、まあ、お祭りに参列されている総代さんとか多くの参列者の方をお祓い、一度にお祓いするときにこちらの大草を用います。これで一人ずつというのもなかなか難しいかと思いますので、こちらの大草を用いておりました。ですが、それですがですね、今では、こちらの大草の方を、まあ、常時、使う ようになっております。さて次にこの大草どのように用いるのか、
まあ、どのようにお祓いをするのか。この王の座はですね、まあ、皆さんイメージ通りこの神主が左右に振って お祓いをいたします。この王の座、まあ、わっさわっさしております、何かに似ているなと思うかもしれません。お掃除のですね、あのはたき棒に似ているかと思いますが、そのはたき棒はですね、掃除の方のはたき棒はもうこう叩いて汚れを、まあ、落とすイメージですよね。だから、まあ、この王女さんも、まあ、左右に振って、まあ、汚れといいますか罪や汚れをこうなんか払っているのではないか、まあ、こうさっさとそうはたきのように汚れ汚れを落としているのではないかと思われるかもしれませんが、全く違います。掃除のですね、はたきの方はですね、まあ、それこそ叩いて汚れを落とす、まあ、こうついた汚れをですね、まあ、どっかに飛ばしているわけですよね。払って落とすでいますが、王の座の払いは違います。まあ、音は払う一緒ではありますが、字が全く違いますよね。王の座のお払いというものはですね、払い落とすのではなくて、罪や汚れを撫で移すものでございます。このキーヌサで説明したら分かりやすいかと思います。このキーヌサ、まあ、一人用の王ヌサと考えていただければと思います。これのキーヌサはですね、まあ、体のですね、罪や汚れをこう撫でてこのキーヌサに移すものでございます。こう撫でてですね、汚れを、罪や汚れを撫で、こちらのキーヌサに撫で移します。移します。これが払い、お払いでございます。自分の罪を、まあ、他のものに移す、これが払いでございます。王の様もですね、こう振ってこれはパッと払い落とすのではなくて、皆さん撫でるようにして罪や汚れを王の座に移す、そういったイメージで神主この王の座を使っております。ではですね、まあ、この罪や汚れ移した後どうするかといいますと、この王の座は定期的に取り替えます。そして古い王の座はですね、これは川に流してしまいます。神道では、罪や汚れというものを川に流し、その川の流れによって大海原、海に出てですね、そして海の底に沈んで消滅するという、そういった考えがございますので、こういったお祓いに使ったものはですね、川に流すということがほとんどでございますが、昨今は何かと環境的に厳しゅうございます。ですので、まあ、川に流すこともあれば、またお焚き上げをすることもあります。お焚き上げをして、その灰をですね、川に流したりするという、そういったこともございます。いずれにしてもですね、撫で移した罪や汚れはその罪や汚れ、清めて消滅させるという、その工程すべてがお払い、払い清めでございます。まあ、皆さんが目に、するのはですね、おそらくこの払いまでで、その後へですね、神事を行って、そのと皆さんの罪や汚れは消えるように神事を行っておりますので、どうぞご安心ください。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。